あげます。アニメ漫画たくさんありますよね。でそういったものがきっかけで本物ってどうなんだろうとか、そういった思いでご来店される方も珍しくないです。怖くなっちゃったの。さらにどうしたの？大丈夫？大丈夫？男性よりもすごいこんなんね、おもちゃで。はい、そこでそういったことに興味を持って実際の話を聞いてみたいなんていうふうにいらっしゃる方も。かなりいらっしゃるんですが、中には浮気調査の依頼の前に相談で訪れる女性もいるのだそう。お二人はそういった浮気調査の報告書って見てみたいなとか思います？いや、見たいですよ。見たい見たい。リアルな調査報告書ご覧いただいてます。早速なんで二人にもご覧いただこうと思いますが、来店すると見せてもらえる浮気調査の報告書、1冊90ページにわたり本当にあった調査報告をリアルに再現した本格的な内容。怖い。こんな不発なおもちゃ初めてじゃ。すぐ読ませてくれるんだ。これいろんなとこから家を取って、うわーうわー、すごいっすね。立ち食いそば店に入る。どっかなんか興奮しちゃってるよね。あ、なんだ。すごいなこれ。まあ逃げらんないですね。調査報告書の元になっているのがこちらの映像。本当の調査映像を担当者が採用し加工してあります。依頼主は夫の浮気を疑う妻。調査は夫が家を出ることから始まっています。すげえ、パチンコさん入って1時間で2万円。どんなに些細なことでもすべて移行するときは気づかれないように3人のチームで行うのだそう。ここで突然ですが探偵クイズ。調査映像を撮影する際に対象者と一緒に必ず撮影しなければならないものがあります。それは一体何でしょう？名探偵水田さん、10秒でお答えください。時間、新聞社。正解は、そう、場所がわかる地名や看板。どんな経路でどこに立ち寄ったかなどが証拠として成立するように対象者と一緒に撮影しているのです。うわー、待ち合わせてるぜ。いやー、やってますね。これはもう完全にここ押さえちゃってますよ。うわー、浮気してんな。浮気相手と思われる女性と次に向かったのが遊園地。